さて、もう一つぐらいみたいな、ふわふわした系が欲しいんで、どこだったっけな。天空エリア攻めるね。氷雪エリアだったかな、ふわふわした系。何が欲しいか忘れた。ちゃんとメモっとかないから、どこに出るかわかんない。そうなんですよ。あれまた水源、あ、絶対必要なもん優先しやがったな。来た。ああ、コッコの羽毛。オールアストン。何が欲しいんだ。俺ここあるかな。ここまでメモってねえな。ピンクのパールが欲しいな俺は。羽毛が出たことないんだよな俺。じゃあ普通の仮面とかいろいろある。宇宙庭園ぐらいでいいや。天空の神殿はつらいな。ちょっと難易度的にね、あのボスもう一回戦うのがきつすぎるっていう。コッコの羽毛だから、あ、逆にねえわ。剣を使わずって、え、剣を使わずって面白そうじゃない。でもいらないか、そっち何もいらねえ、うん、落ちたらアウト。落ちたらアウト、きつくない。こん中なら剣を使わずが一番簡単レベルだと思う。だって素材全部持ってるもん。ああ一番いらねえやつが来た。一番いらねえやつが来た。じゃあ俺爆弾で、だって剣使っちゃダメなんだろ。じゃあレディーバンピ、弓がダメージソースじゃない。 B を使ったかの B、 なんだろう、いや使えないんじゃない。振ろうとしてみて、多分振れないんじゃない。ほらない、爆弾、これ爆弾。これしんどいやつやん。あ、俺が前やった時あれだね、3本の矢でやったからだいぶ楽だったやつじゃね。いやいや、もう俺の精密射撃に任せてくれよ。また俺がしんどいやつやん。で爆弾だね、自分が選んだんでしょ。あ、剣がない。え、それそうだったんだ。よし、ダメージ与えるのバグの力ねえぞこれ。おっと、ナイス。よし、で、これは2人いて、で、もう一人で、ゴーゴー、爆弾投げて、ちょっとそうかな、こっちどうぞ。よろしく。ふう、さあ、最後の難関までいけるかな。持っとこう、ギリギリまで。出た、ここだ。これ落ちたらアウトだったらさ。落ちません、落ちません。落ちるわけないよな。落ちるわけないよ。落ちたらアウトもちょっとイメージにしながらやるか。あ、ここだ。今年のコッコ。アイテムはいいや。飛ぶこのまま。飛ぶだけでいいの。ほら、落ちたらダメだったらお前もミスじゃねえか。アウトだ。もう終わりだよ。終わってたじゃねえか。こんなの野良でできるか。ちょっと、お金もらっとこうかな。あー、きついな、仮面。え、なにこれ、どうすんのこれ。フックショット、フックショットでやって爆弾当てるしかないね。バレない力はバグ風ありよ。爆弾に誘導してとしか言えない。俺が当たった、うん、先回復、ついでに下のもよろしく。引っ掛けてやった、引っ掛けてやった、ほらほら、引っ掛けてやった。同じ。あ、ごめん。おい。ごめんね。
これも取っといたら余裕じゃねえか。意外にどうにかなるな、剣の足は。もし完全回復、ミルピーゲット。ミルピー剣触れないから壊すのがめんどくさいな。さすがに剣振らないとクリアできないステージは剣を使わずがそもそも条件に来ないだろ。まさか矢やったっけ。矢だね、3本の矢でいったやつだよ。で、高さもいるやつだ。どうする、真横向く。真横向くよ。ここですよ。この辺が斜め。どう、矢の動きおかしくね。縦の方向にした。行くよ、右、斜め右目。はい、どう、あー、だいぶ上だ。この辺か。真横でいいか。奥行ってから真横向くわ。行くよ。うん、真横。お、もうちょい、もうちょいか。目安をつけよう。うん、こっから俺始める。始めるのは。行くよ。どうなんだ。大体今の間ぐらいか。おっ、ね、ここナイス。よし、おー、重いのかった。もらっとくか。剣がない。弓かな、一番マシなの。それダメだわ。クリティカルヒットが。爆弾か。爆弾、とても爆弾だね。大丈夫だった。あ、普通に入ってた。よしよし、入ってらっしゃい。一匹ちょうだい。どうしたこれ。二人でいいんじゃなかったっけ。そしたら、あの、ここ足場来たろ。二人で飛んだの。足場来るな、確か。これ一回も落ちないだったら絶対こっちの役やりたくないよな。爆弾、爆弾で倒すとき。じゃあ俺引きつけてっかな。じゃあ爆弾投げるか。今トリガー持って。まずい、まずい、ま、待って待って待って。で、あの、待ってくれ。よいしょ、よし、完璧。いい位置いったろ。ダメだった。縦パクっていいんだよ。よし、よしよしよし。これ落ちたんだよね。 OK、 回復。さあ、で頑張ってもらおうか。よろしく。一回も落ちない、一回も落ちない。一回目よ。覚えてるだろ。結構戻るよね、考え。そこまでも戻らなくてもいいんじゃない。よーし、よしよしよし、大丈夫。よし、ゴール前で待とう。ここや、今度ここや。ちょ、本庄、ほんじょ。鍵だけ無事に。さあ、さあ、剣なしでボスか。ボス何だったっけ。どっかこや。雑魚だろうね。写真撮ろう、写真。回復、ハートフルドレスさん。あんまり関係ない気がする、ボス前のハートって。大体出る。ああ、雑魚ラッシュか。とりあえずこいつのお面を外すか。カシャ。ああ、これか。クマさん上に持ち上げてくれ。持ち上げて乗っけてくれ。だな、覚えてる。上にいる方が安全だろう。私は今日分かってんだけど。うわ、一番投げた。つけて。よし。他の鍵で貫通してきたんだよ。持ち上げてくれ。持ち上げるか。早いうちにトーテム2トーテムだよ。炎を、逃げよう。止まったでいい。無双点で炎が。そう、こいつか。よしよし、こうだ。よしよしよし。やべやべやべ。剣なし余裕だな。ごめんなさい、大爆弾のダメージパネ。自爆しやがった。
けてこいつも倒して爆弾のダメージやべえ。エネルギーがびっくりした、なんで止まったんだ。頑張りゲージが。よし、倒した。オッケー。ああ、剣なしはまだ余裕だな。お、最後の謎解き。おお。普通に回収してもらう。オッケー。いいかな。普通にむずいな。終盤のコースってのもあるし。開けるコッコ。よし、やった。コッコ欲しかったんだ。剣を使わずクリア成功。天空には神獣のなんとかとか一切なかったから、ここじゃねえんだな。謎解き系の方がマシかもね。じゃあもう一個ぐらい行くか。次は廃墟かな。廃墟行くか俺も。スカル、スタルスカルとかありそうだ。ポーの魂とか、これ欲しいんだ。何がいいかもう一回見よう。チェックしてもさ、どこにあるか分かんないからあまり意味なくないっていう。チェックチェック。かっこいい、あれ欲しかったな。あれ出ないね、ここだと。あの興味があるみたいですって言われが。王家のリングってどこやったっけ。王家のリングは、王家のリング最初の方だった。砦じゃなかったっけ。1位だ、1位だ。一番最初のステージじゃなかった。そんなことはないと思う。結構後ろの方だと思う。王家のリングでしょ。1の3ぐらいだよ。あまり覚えてねえや。あれ剣士と同じとかやで。え、剣士と同じだから、だから多分俺は4つ目だった、いや5つ目の砦だったような気もするんだけど、まあ覚えてない正直。どうせ思い通りのもん出ねえから行こうぜ。体験版で撮ったよ俺。じゃあ炎の神殿ぐらい。体験版のどっかと同じなんだ。いいよ、廃墟エリア行こうと見せられてる。いいよ、岡川君好きなの選んで全然構いません。どうせやばれないな。ほらで、おお、棒の魂あるな。マグマの雫ある。マグマの雫や。え、ここでいいわ俺。魔獣パッチとかハイパピルス、神獣のヒゲって一切 見当たらないんだけど。そのうちわかるって。どうせならさ、一番いいアイテム欲しいよねって言って一番下選ぶんだよ。難しいところを選ぶ。お、嘆きの迷宮だ。ポーの魂。すげえ、これどこ選んでも俺何も持ってねえ。お、宝玉から離れずに来る。暗闇でクリアはクマさんのカンテラがあるんじゃね。でも俺ポーの魂欲しいからな。暗闇だったらちょっと頼むね。宝玉から離れず。あ、宝玉から離れず。これどんなんだろう、全然わかんない。俺はじゃあ、普通に剣士で。ずっとついていかなかったもん。宝玉ってどんなんなんだろう。おお、これか。これ持ってるけんのかな。お、持てた。離れずって言われてもな。一緒に寄れってことやろ。あ、どの程度、あ、ちょっとダメージになる。今のうちに表示されてる。うん、今のうちに試してみる。即終わりかどうか、やり直せるように。行ってみて。どう？ダメージだけ？ダメージなんか受けてる。もうないよね。まあいいか、行こうか。よし、行こう。よし。ごそごそ。ちょっと。何選ぼう。別に強化あるわけじゃないからどうでもいいな俺も。風で持っとこうか。近くだから上行く。
上が道なんじゃなかったっけ。いやいや、こっちの上こっちの上ってこと。一人で行ける、はい、きついんだよ。降ってきた。おい、おい、落とされた。行こうか。攻撃どうなる。あ、よかった、帰ってきた。どうなんだろう、景色見にくいだけ。離れすぎたらあかんのかな、うん、左。どうすんだっけこれ。思い出した、3つの仕掛けを。あ、ファイヤーかな。一旦戻る、一旦帰ろう。なんで結構長かった覚えがあるけど。ずっとついてたっけこれ。いや、わ、もうすぐ多分消えると思う。戻っとく、うん、俺の風のとこある。風必要なとこ今回でクリアしたい、うん、はい。あ、ごめん、すぐ出てくると思ってつい行っちゃった。で、真ん中投げる。ファイヤーいいな、ファイヤー。ここファイヤーだろ、ここ風でいいだろ別に。おお、いけたいけた。俺持ってくわ、ほいよ。どうなの、宝玉置くとこがあるぞ。あ、宝玉を持っていけばいいのか、ゴールまで。僕わかんねえな、うん、別にいいんじゃないの、宝玉から離れちゃっても。 FF のイメージが。ああ、常にダメージのあれね。でも何も起きねえしな、うん、だから即ダメってわけでもないし。炎、あったな、ここ。普通に上から行こう。下にアイテムが、うん、壺があるから取っといて。おっ、で上に行き直したね。俺先行っとくな。先行って死ぬんだ。取りに行っとく。ハートフル。エリアの外に出てしまったって言われてる。やっぱ同時に行かなきゃダメだな。みんなで一緒に行こう。クマさん、下から一緒に行こう。一緒に行こう。この方が安全かもしれん。全然安全じゃねえ。単純に敵がやばい。ターフの上だ。あの視界が単純に悪いのもきついんだけど。それ誰なんだっけ。あれ、バクツワソンか。ちょっと待って、風使いました。じゃあクマさん、ちょっとそこに上にでも放り投げて、俺を上に。落ちたわ。投げて。あ、投げてくれよ。投げてくれ先に。やっと上に。で、そのここの左側ぐらいに投げて。よし、ついにハードフルドレスよろしくな。エリア外に出てしまった。何食らってんの。あー、ずっと行ったらダメなのか。よし、エリア外に出てずっと行ったらダメなのか。ずっとグハッて食らった。さて、ちょまっち行く前に一言。行くでしょ今の。これはなんかゲームオーバーじゃないね。やり直せる、うん、やり直し。宝玉あるんだから、あの行くタイミングを合わせないとダメだね。よし、じゃあ下ルートから行こう。炎てかね、基本俺持っとくよ。フックショット使わないから、うん、こっちから行こう。行くぜ。投げて待って、投げて。ついてから投げる。じゃあコウモリがさ、襲ってくるでしょ。もうそこ終わってない。終わってるね。カー君ちょっと回復。ここ同時に行こうか。はい、行ける。回復欲しいな。回復ある。え、あ、グリグリ回るやつか。戻る、一点戻ってこい。ちょっと待った方がいいんじゃん、ちょっと。戻ってこい。緑。よし。はい、俺の番終わり。ちょっと待って、遠距離攻撃あるから、それで、あの辺ぶっ殺しちゃう。赤がいるな。緑が持ってた方がいいな。俺もう終わったから、俺にちょうだい。ちょ、ぐるぐる回ってればいいんだね、ここで。ちょ、死ぬぞ。やばい。帰ってくる。入り口。ちょっと戻ろう。よし、戻ろう。落ち着け。ここだ。ここで戦おう。俺ここで持ってるから、頑張って。もうちょっと足切って。結構狭いんだよね、それ。よしよし。残り1人で1。
押し出された敵に。よし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 。じゃあ次クマさんの番。全然見えないんだけど。回らなかんな。一緒に行く？じゃあこの次な。このここで行こう行こう。コウモリやばい。よし。前前前前。よし。回ろう回ろう。うわあ。二人死んでんじゃん。回復あると言うたよ。いやなんか回復取っててなんで戻ってくんの？回復のとこいたらいいのに。いや持っとったやんそれ。攻撃。そうか。そうだ。むずいむずいわこれ。よし、じゃあクマさん持ってって始めるわ。よし、あ、危ない危ない。よし、俺たちは攻撃しながら。持って持って、いけ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 。よし、ちょっと回復よろしく。よし、じゃあこの次でいこう。この次。次ね、次次。おお。うわー。なぜ音が持ってきたの？いやいや、次な。このよし、飛び降りよう。あ、持ってた。いいよいいよ、クマさん持ってて。で、ここ回復取って。で、俺ちょっと剣ビームでまずザコを可能な限り倒すわ。まだ出てないか。まだ出てないか。出た出た、よし。この辺に行ってくる。安全に剣竜が。よし、よし。もう一匹いるよね、ちょっと。で、赤が近くなるから、赤。うん。俺は振らない。振ると、裏回り取られるから。一周するか？いや、行かない方がいいだろう。来てくれんの？よし、来てくれ。そうだ。よし、クマさん、交代。行くしかないよな。じゃあ、回復のところ行こうな。次行こう。回復のところね。回復のところに。とりあえず回復のところに行こう。ここ行こう、ここ行こう、ここ行こう。よしよし。ここで戦おう。おーしよし。次ゴールどこやったっけ？一緒に回ろうか。この次で。この次で。あ、もう終わってるな。それで終わりやな。で、これ全部つくんだよな。よし、行こう。これもむずいな。いやいや、一番難しいんじゃない野田とか無理やで。こんなもん、無理だわ。さあ、3。じゃあ、クマさん持ってくれる？まず。まだ3だ。どうなんだっけ？真ん中は大丈夫なんじゃないか？真ん中、じゃあ降りる？じゃあ、まず降りようか。真ん中は大丈夫？上に回復。ドレスドレス。よし、リセット。真ん中じゃないな。なんか、一応大丈夫なとこあるんだな。カー君も俺も持って。そしたらとりあえず、3ダメ食らうけど、ちょっと動き任せる。それさ、コウモリにやられるんじゃない？だね、どうすんのこれ。どうもできねえよ。なんだこれ。炎がいいじゃん。おい、ボール持ちが。とりあえず右だな。よし、じゃあクマさん持ってくれ。ここでストップ。クマさん投げるで、次で。そこ安全かじゃないな。いいよ。何があるのこれ。向こう行かなあかんよ。俺が風で飛ばすんじゃなかったっけ。ここじゃあ投げたよ、ね、投げればいいね。じゃあクマさんもあっちまで行って。いたい、ここ行けんのじゃん。大丈夫。おい、しまった、戻ってきて。おい、何しろ大丈夫。投げて。ちょっとそこいて、そこいて。はい、回復。うん、ちょっと回復ちょっと。こっち来て、こっち。ちょっと待って。これめちゃくちゃむずいぞ。俺、風だから。クマさんが。俺がそっち行かなきゃダメ。加賀君、俺の目の前に来て。うん。目の前。あ、ダメだ。拾って。そこ拾って。拾って、戻ってきて。やばい、一発食らった。俺が戻んなきゃいけないんだ。違うんじゃね。俺どっかから持ってこれるのないの。じゃあ香川くんがこっちにいなきゃダメなの。戻ってきて。なんでそっち行くの。香川くんがこっちじゃなきゃダメなの。香川くんが
次で俺左行くからね。そうだ、俺がそっちに最後に残ればいいんでしょ。違う違う違う、クマさんか。そうかそうだな。じゃあだから俺が戻ればいいんだよ。じゃあ左行くぜ。で待って待って、戻るにはそれを置かなきゃいけないんだ。そう、どうやって置くんだそれ。置けへん。だから俺が左に行った瞬間、あ、そこに緑のとこに、ね、こっちに投げてきて、ここに投げてきて、俺が持つから、斜め右上に投げて。次無理じゃない、投げて、こ俺が持つから。いけ。次ね、次で。次でな。オッケー、投げて。で俺が持つ。大丈夫。で俺がクマさんをこっちに投げてもらって、昼夜を投げる。そうそう。俺は持ったままにしとくから。じゃあ、なんか。よしよし、持ってくれよ。で、投げて。で、こっちに。よし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 。回復ある、回復。あー、地獄だ、このゲーム。どっち？どうすんだ俺。こっちちゃうやんか。おお、ヒヒヒヒ。ヒヒヒ。持ち上がらない。2つで大丈夫だった。2つでいける。あ、そうだ。で、戻るか。クマさんを残すんだ。あ、動くのか。動く動く。ちょっと待って。何これ、なんで動いた？あ、いけんの。で、真ん中まで行ってて大丈夫だ、距離それで。下ろした方がいいな。ちょっと待って、俺いい。下ろした方がいいよね。まだまだ。下ろしたいんだけど。左に投げて歩いてきてもらおう。こっちの方がよくね。じゃあ投げるよ、投げるよ。投げて投げて、はいで。はい、行こう行こう。やべえこれ。投げて投げて、上に投げて。よし。ちょ。やばい、飛び降りて飛び降りて、急いでこっちに来て。で、クマさん飛び降りて。ちょ、落ち着け落ち着け。もう一回来て。投げて、俺を投げればいい。もういいやってこれ。ちょちょちょ。香川くんが来たら俺を投げればいい。グハーって投げよう、グハ。いやいや、もう一回行くしかねえか。よし。で、よしよし。地獄だこれ。やばいやばい、剣を振るんだ。剣を振ってくれ。できれば香川くんがとどめを刺してほしい。コウモリ、あれ引き寄せたやんじゃん。よぉ、そんな恐ろしいこと。で、俺風だな。よし。もうちょっと近くに近くに。よし、行くよ。香川くん吹っ飛ぶよ。回復あったらストップ、戻ってきて、戻ってきて。どうでもない。で、で、弾どうすんの？弾を吹っ飛ばした。弾を周囲に渡して、違うな。じゃあ弾吹っ飛ばしたら香川くんがキャッチできんじゃない。上に投げて、真上に。弾を真上に投げて、行くよ。おお、これで、クマさん、ギリギリ。クマさんがこっちに。え、俺が行ってもいいけど、シュウヤどうなの？あ、逆か。いや、でも無理だろ。火つければいいんだ、火つければ。火つければいい。あー、危ねえ。ストップ、ストップ、ストップ。火つけ、火つけ。ちょっと待って。ちょ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 、俺が持ち上げない。なんだこの難しさ。きちくや。これ戻るの？戻るね。戻る、戻る。あ、戻る、大丈夫。あ、戻るんか。よし。下？でこの下はオッケー。そこ降りれる？大丈夫か。火薬出ない？次緑、緑が下。よし、待って。よしよし。あ、変わる変わる。次青、青が多いから。弾上に投げて大丈夫か。ダメじゃねえかよ。大丈夫だった。俺持つ。よし。あ、高さは大丈夫。それまずいよ。右のルート、戻ってきて、戻ってもらう。右のルート行こうか。よしよし。お、いっぱいあるぞ。ハートフルの出番だな。お前や。ドレスを奥に。よし。金とかいいから。金とか。ハート3つ、ハート3つ。ハート3つ。あー、帰ってくる手段ないよね。ちょっと待って、下あ、投げたらいいんじゃん。あ、そうだ、クマさん待ってね、俺があっち行けばいいんだ。うん、これ別にはめてもここに復活するよな。うん、だからポイってしてもいいんだ。おお、あ、そうなんだ。いいんだよ。まあいいよ、俺普通自分で行けたから今。あ、そう、じゃあ一旦帰って。じゃあこれ投げて、してとりあえず。これを投げて、あ、行くぞ。うん、じゃあトーテムになりそうで怖いんだけど、いいかな。はい、どうぞ。よしよし、下行こうか一緒に。せーの、よし。おうおう、びっくりした、びっくりした、あ、下連か。びっくりした。びっくりした。そういや、こんなんだったよな。もういいや、行かなくていい。最後近道、近道だけど行かなくていいんじゃね。もう危険だこれ。まだ1機あるからな、とりあえず回復、ハードフル。ちょっと待って、ボスか。よし、とりあえず持つから2人で、2人でかい、この下ぐらいなら大丈夫だろ。
よし、ちょっとここで回復取ろう。取ってきて。あのとりあえず左の。よしよし。逆行こう。右の。逆行こう。よし、じゃあ行くか。俺が一番攻撃力高いからね。なんだっけ、ここ。覚えてない。行こう。じゃあ俺が持っとくか。こいつだ。ああ。クマさんでね。いや、なんでもいいんだよ。そうか、渡して。おっ、うん、あ、真ん中に置いとけばいいか。俺が2倍だからね。俺がここら辺に置いとけばいいや。うん、この時の4体がちょっと怖いな。うん、全部周辺任せよう。これじゃそうやね。じゃあ助けて助けて、回復行こう。よろしく。おい、あーあーあああ、助けて。攻撃じゃなくて左上行かないから、うん、左上行く。こいつから順番倒そう。上から倒そう。上から近寄らない方がいい。おいおい、うわー、ダメだー、ダメだー。はい、明日。俺捕まってる。俺捕まってる。こっち来て。うーん、じゃあ行け。あー、捕まったー。回復。捕まった。やまずい、まずい、まずい、まずい。あ、俺が撮った。助けに行こうとした。よしよし、写真撮った。死んだとこ。ラストチャンス。写真撮った。とりあえず中央に置く。いや、左上ぐらいに置いて、左上だけで戦おうか、まず。それぐらいな。まず、まあ、一人目は中央だからね。ここがこれでいいわ。一匹でも倒したら楽になるはずね。いやー。で、俺が殴るな、とりあえず。はい、殴って。ファイヤー。とりあえず、無駄ダメを食らわないように。よし。あれ、ファイヤーダメージ与えるのか。いやけど、俺の2倍ダメージの方が多分いい。よし。多分次ぐらいか。左上に持ってって、左上から戦おうか。よし。はい、こいつから行こう、こっから行こう。こっちってこと。一匹ずつなら余裕だ。3人左上すぎてきついんだけど。いや、でも大丈夫。同時にさえ攻められなかったら。なんかもったいない部分が多すぎるよ。ファイヤーボール。俺これ遠距離攻撃うまくいきゃ。よし、とりあえず一匹いった。襲われている間にちょっと遠距離1個回復して。したら俺もこれ遠距離で余裕じゃん。ほら、マジでここにいようかな。これ絶対これの方が余裕じゃん。攻撃を納品してしまおうぜ。納品したらそっから動けなくなるんじゃない多分。よし、倒せたよ。倒せたよ。来た来た。剣ビーム最高。当たってる？当たった。もうちょっと右右。微妙にね、誘導するんだよ、この剣ビーム。こっち、ここ。下下下とか押したらこの辺、この辺剣ビーム最高。当たってる。来た来た。剣ビーム最強ですよ。当たってない。この辺下で行け。食らったら。よし、あと1、2、普通にやればもう大丈夫だな、ここまで来て。おお、ナイス。キャンビー、うわー、押しクリア。持ち上げて。余裕ですね。これ収めんねんか。もう二度とここには来ないけど。まだ光ってない。収めよ。よし。楽してた。めちゃくちゃ難しい。その結果が200ルピーですよ。で、欲しいのは出るかどうかね。さあ、欲しい。何があんの、ここ。マグマのなんとか。ほい。やった。俺欲しかったのだ。マグマの雫、何が出る。ファイヤーボールが3個になる。お、写真撮った。何？炎の服。攻撃から離れずにクリア成功。200。あ、やっぱ撮ってない写真。死んだシーン撮ったんだろ。香川くんが泥に襲われてるところが。これちょっとやりごたえとかいうレベルじゃねえな。ない。よし、まあこんな感じで特別任務ができるわけなんだな。さすがにこれ全部撮るのはちょっとしんどいな。すげえわ。あとはもう気軽に録画せずに楽しむか。じゃあもう録画ありはこの辺で終了しようか。うん、うん、
はい、じゃあというわけでね、ログがありの動画はここで終了します。おい最後まで見てくれた方はお疲れ様でした。お疲れ様。